日本鹿児島県薩摩仙台市、田崎町、田崎町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧薩摩国薩摩郡百字、郷田崎村、薩摩国薩摩郡営里郷田崎村、薩摩郡営里、村大技、田崎、川内市、田崎町。郵便番号は895-0006。人口は1562人、世帯数は622世帯。 薩摩仙台市の西部、川内川、支流平佐川の中流域に位置している。阿佐駅の北方には、天達町、南方から東方にかけては栄里町、西方から南方にかけて平助町が接している。阿佐駅の南端部を、鹿児島県道42号川内梶木線が通っており、それに沿って平佐川が流れている。平佐川の流域には、水田が広がっており、 北部は上床山地に続く大地となっており、畑作が主に行われている。集落は主に南部の平佐川流域の斜面に集落が散在している。田崎という地名は、鎌倉木より見え、薩摩国薩摩軍のうちであり、名棚、田崎名であった。田崎という地名は、元王二年の本田明堂家文に出てくるのが、初見であるとされている。 一時は、イリキイ氏の領土のうちであったが、後に、島津市の直轄地となっている。江戸期は、薩摩郡百字号のうちの田崎村であった。明治2年に百字号と山田号が統合され、英里郷に属した。村高は、天保郷町では279国余り、急行級両取調べ町では269国余りであった。1889年に、 町村制が施行されたのに伴い、営利郷に属していた山田村、百寺村、田崎村の区域より営利村が成立し、それまでの田崎村の区域は営利村の大技、田崎となった。1956年9月30日には、営利村が薩摩郡江村と共に川内市に編入された。同年の10月19日に、 鹿児島県広報に掲載された市村の配置文号に伴う大技の廃止及び町の新設により9月30日付で旧営利、村大技、田崎の区域をもって新たに川内市の町、田崎町が設置された。2004年10月12日に川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が 新設合併時、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとすると協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。以下の表は、国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。麻生駅内には鉄道は通っていない。最寄りの駅は川内駅である。ありがとうございます。